か、あ、みんなっていうかそのおばあさんがいるようなとこで、俺はねおばあさんがねご飯にかけて、あの冬の寒い時期に食べる食べ物でさ、液体状のものでゾゾ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 って言って食べるわけ、落とすの。おとうぞを食べてみます。陸の塩辛と書いてありますね。手作りの味は納豆入り、これが一番、ポピュラーな、あーオーソドックスなやつだそうです。ご飯にかけて、またですねスープにしてなんて書いてありますね。冷ややっこにかけて、お餅につけて、生卵に入れて、さらに納豆を入れて、ほうれん草のおひたしにかけてと、丼に開けます。こういった液状ですね、これをご飯にかける、はい、ご飯にによいしょ、まあ、こうやって麹と納豆が入ってる、今日は納豆入りですからね。じゃあこれをよいしょ、よし行きましょう、人生初どうぞ、ね、うん、うまいよ。味噌系納豆より悪くないですね。地元の友達に、聞いたら、ここのメーカーのは臭いかもっていう人がいたんですけどね、そんなことないですね。あ、美味しいね。まあ田舎でおばあさんが食べてたり、まあ、同級生が食べてるの見たことあるんですけどね、ちょっと食べず嫌いで、実は今のが人生初登場だったんですけどね、これ、まあ、食えますねこれね、なんで千葉県の、山あいのごく一部にしかこれがないのか不思議ですね。まあいい郷土料理だと思います。はい、てなわけで初めて、遠ぞ、まあ、昔はちょっと怖くて食べられなかった遠ぞを食べてみたという、という動画でございました。魅力人ミングル、愛される、選ばれる、そして成功する、そんな女性起業家を招いて、その魅力の秘密に探る番組です。ぜひご覧ください。よし、マツロみたいな感じ持っていきますかね。みんなで何をしているかというとね、フキノトウ取りです。ほら、よいしょ、柔らかい、ほら、いっぱい取れた、まあへれへれ、
苦い。はい。こういうほら、これですよ。ほら、見て。あ、こういう。花が咲いちゃってんのはもうダメかな。いやだからそれは天ぷらにいいんだってさ。ほら。これだって表面に根が入る。じゃあ取っちゃえばいいんじゃない？これよ。ほら、これ美味しいよ。苦味があってね。農家のおじさんみたいですね。誰？危ない危ない危ない。何をしやがんだ。やめなさい。はい。わー、取れましたね。取れた。取れました。これみんな僕撮ったの。1時間経ってないぞこれ。そうですね、まだ30分ぐらい経ってない。30分撮ってないぞ。30分で今度は。よし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 よ。わ、出たもん。痛い。あ、そうね、ちょっと剥いて食べてみよう。やめなさいって農薬かかってっかもよ。やめれ。面白いね。もう食えんでしょ。そうだよ。これのとこしか残ってないよ。これ罠ですか。じゃあ、はい、頑張って。ほら、はい、はい。これ胸が違うな。でも同じなんだよ。龍尺さん、危ない危ない。帰って危ねえんじゃねえの。取り入れたら押すんじゃねえか。取った。よかった。これ大きいよ。これでか。ほら、どうぞ、あの。やっぱり俺、いやー、人がいっぱい当たってるかな。人連れてくると楽だわ。払う給料をこんなもんで。お父さんすごい。取り放題。はいはいはい。しばらくさんのお父さんです。はい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 。お父さん毛があるのに。だから。そっちは捨てるの金がかかるっぺ。我慢するんならそれ持ってけばいいや。すごいと思います。素晴らしい。どうせ腐らすんだから。もし売ってるやつしたら夏みかんって言ったって。夏みかんっていうのは昔の、今は甘夏って少しはね、うん、酸っぱみが少なくなってんだよ。だ、絞って調味料だよね。もうね、半分ほらフルーツ食いだね。プロとマダムイチコのエンジョイライフ。私たちが勝手にしゃべくり、夫婦が適当にやっちゃいます。適当にお話しさせていただく番組です。お楽しみに。はい、よろしく。いちご狩りの、未経験者3人です。翔、はい、丸さんは子供の時やったみたいです。あとは初めて。いちご狩りの後は親父狩りに行きます。文治師匠、ごちそうさまです。こういう時だけだよ。素晴らしい。はい、1万円お預かりいたします。あ、練乳です。練乳、いいね。これにとっていい、ね、そのまま食べちゃう。そうよ。おじさん4人でイチゴ狩りだ。お客様、準備ができたらご案内させて。ミロコのおっさんの嬉しそうな顔。4名様すぐ、はい、我々親父狩りにならお茶一口飲んで。はい、どうぞ。はい、ね、ほらほら、そこにぶら下がってるよ。どれどれ。いただいたイチゴで、はい、通っていただいた、はいはい、これいいかしら。うまい。あ、まあ、うまい。上にやるっつったっけ。うん、出ればいいさ、下に。下にこう押すような感じで刺激入れて。うわ、取れた。練乳いらないよ。いちごのいい匂いがする。充満してるよ。
もうやっぱりこういう時はね、龍雀さんですね。うまいうまいこれ。ほら。さっきまで飯食うだなんだブブ言ってくれに。じゃあフーはやめなさい。ここのいちご狩りは大人じゃなくて子供の視点から見る方が有利です。背高いとダメだ。いやーもうこれね、人間と化したらイチゴが長番手来てるようなそういう状態です。ケツからイチゴが出てくる。イチゴジャムが。イチゴ味噌ジャム。ケツ弁じゃないか。イチゴ味噌ジャムが出てくる。まあそういう感じ。あでもね、ブルーベリーをね、すっげー食べるとね、やっぱり翌朝ブルーベリー。さっきのイチゴはデザートでしたけど逆になってしまいました。これから、自分で選んだやつを焼いたり、切ってもらったりして食べます。これ何？あ、車エビのかき揚げ丼。皆さん時間がないから早くしてくださいね。はいはいはい。うわこれ焼いてあげる。あれ王様丼なんてのがあるよ。あれ。珍しい2000円。おろ、あ、2000円。どこでもらった2000円。ほら NHK によく出る人だよ。出ないよ。黄身が崩れないよ。ドーン。三色ドーン。これに陶像かける。あ、陶像ね。陶像持ってくればよかったね。台無し台無し味が台無しになる。全部陶像の味になる。裏から侵入売店。もうアジなんか売ってるからね、釣りしてきたっつってここで買えばもう成立しちゃうよ。あれこれ焼いてくれんじゃないの。これひょっとしてこの串があるってことは何それ。ちくわいいね。なのにね。はい、ホテル三日月です。ホテル三日月来ました。はい。お風呂で。いろいろマスキーさんが泊まってたりしたホテル三日月です。温泉入ります。お風呂だけ。4人です。はい。文治師匠ごちそうさまです。いいですね。あんた冗談じゃないよ。素晴らしい。文治師匠ごちそうさまです。はい、はい、館内儀館内儀いいですよ。館内儀館内儀あとで、はいはい、皆さんもう諦めないでね。それは辛いこと、もうやめちゃおうかなとかありますよ。やめたらおしまいなんです。やめたらゼロからじゃなくマイナスから始まるんです。当たり前だよね。やめたらおしまいなんです。はい、あ、夕日です。これは有名な逆ボタルです。そしてこの前にあるのはこれが海ホタルです。これは何か幽霊が映り込むような映像です。映ったら嫌だからやめてください。やめてください。何？機長、やめてください。機長、やめてください。機長、やめてください。機長。